おはようございます。今日はね、12月15日の金曜日の朝です。今日はね、小松は、小松の北陸の冬らしいお天気ですね。で、私の大切なお友達が亡くなったのが、アメリカにいる時だったんですよね。もうアメリカの幸せの森の上映会の最後っていうのが明日だっていう前の晩にね、お知らせが届いたんですけど、その前の日にもどっちなんですけどね、どっちんと電話でおしゃべりしていて、ワクワクするねって、これからしていこうと思うことをね、一緒にしゃべってて、実はね、とっちんはその前の前の年の暮れだったと思うんですけど、YouTube 一緒に作っていこうって言ってくれて、でそれが映画にもつながっていったわけなんですけど、その毎日ってわけにいかなかったので、これから毎日ね、大切と思うことを伝えていこうっていう話になって、とっちんはいつもそういう時にワクワクするよとかね、ずっと一緒にやってこうねとか言ってくださってて、私もすごいワクワクしてたんですよね。だから一層信じられない気持ちですけど、本当にとっちんって優しい方で、不思議なことにね、私アメリカに行ってお通夜はいけないはずだったんですけど、時差じゃないや、一日どうかなる、時間が変更する、そういうのがあったのか、共引きとかいうのもあったりして、お友達が空港に黒い洋服も貸してくださって、持ってきてくださったので着替えをしたりしてね、それでお通夜も葬式もね、行くことができたんですけど、たくさんの若い方がいっぱい来ておられて、どっちがどれだけたくさんの人に愛されていたのかことがね、すごく感じられる式でしたね。今度ね、とっちんが、モナモリで今年はクリスマスしたいってとっちんから言ったので、じゃあそうしようって言って、最初地元のね、映画の仲間の人にだけ声をかけてたんだけど、約束したからやるよって言ったらね、もう映画の仲間の人も、それから他の仲間の、とっちんのこと大好きな仲間の人が、それこそ宮崎とか大阪とか東京からもね、来てくださることになって、楽しいことになってきました。映画幸せの森ではね、亡くなることはサムシングのグレートの望むことだって書いてあったんですけど、言ってるんですけどね、私はね、なかなか簡単にはね、そんなに受け止めることはできないんですけど、でも一生ね、とっちんもそうだし、宮部もそうだし、村上先生もそうだし、中山先生もそうだし、父もそうだし、一生近くにいてくださるようなね、気持ちになってはいます。いろんな方にね、ご心配いただいて、かこちゃん大丈夫って言ってくださってありがとうございます。私はこんな時は一層ね、なんか楽しいことを見つけたり、いっぱいできることをしていくうちに、どんどん元気になっていくし、大丈夫です、ありがとうございます。こんな朝です。皆さんも今日一日いい日でありますように。